ああ、なんか当たります。疲れるでしょ。いたいた、アッキー、もうすぐさ本番だからさ着替えてもらっていいかな。どうしたの、元気ないね。世の中って本当いろんな人がいますよね。え、どうしたの急に。私ってみんなにとってどういう存在なんですかね。まあどんな存在って、やっぱりその癒しとかさ。この町のどこかに今も私を必要としてくれる人がいるんですよね。まあたくさんいるだろうけど、アッキーはスーパーマンじゃないしね、なかなか一般の人とは。はい、もしもし。はいはい、わかりました、今行きます。すいません、2時間ぐらいで戻ってきますんで、お昼休憩にしてもらっててもいいですかね。すいません、すいません。アッキー、アッキー、し、デリバリーアッキー、ピービーゴー。散らかってますけど、とりあえず中へどうぞ。はい、じゃあ失礼します。この人は中野坂上にお住まいの内村清隆さん。大学を無事卒業し、社会人として新たなスタートを目前に控えた21歳。何でも就職を機に辞めることになったバイト先に、島崎若子にの微妙な6つ上のお姉さんがいるらしく、その人とお付き合いをしたいのだが、どうしても告白する勇気が出ないのだという。告白する勇気が出ないって、今まで女の人とお付き合いしたことあるの？はい、あの前に一度だけあるんですけど、その時はちょっと成り行きで、でもすぐ別れちゃったし。その人とは最後までしたの？いや、キスまでしかしてないです。じゃあ風俗とか行ったりして女の人の体を触った経験は？いえ、あの風俗とか行ったことないです。めぐみさんは年上だし男性経験豊富で、僕が童貞なんかしたら相手なんかしてくれなさそうで。そんなことないんじゃ。吉田さん、どうか僕を一人前の男にして告白する勇気をください。お願いします。ちょっとやめてよ土下座なんかね。え、お願いだから顔を上げて。あのね、童貞じゃなくなったからって一人前の男になったとは言えないの。問題なのは面と向かって彼女に好きって気持ちを伝えられるかどうかなの。それができて初めて一人前の男になったって言えるの。わかる？はい。それがわかるんだったら手助けしてあげてもいいけど。本当ですか？めぐみさんに対してだってチンチン出してはい挿入ってわけにはいかないでしょ。はい。
想像してみて、今日は初めてデートをして、少しお酒も入って酔っ払った彼女が初めてあなたのお家に来たの。ここまで来てダメっていう子はいないわ。でもね、女の子って自分からエッチしたいなって思ってもなかなか恥ずかしくて言えないものなの。だからどんなに不器用でも男がリードしてあげないとダメなの。男が、うん、まずはこれね。女の子が来る前にはちゃんと綺麗にしておかなきゃダメよ、はい、こういうところからもムード作りは始まってるんだから。で、怒ってばっかりいてもいけないよね。そんなに硬くなっててダメでしょ。もっと男らしく、足開いちゃえばいいんじゃない？足いいですか？そうよ、ガッて。そうね、そういう感じ。それでもうちょっと近くに来いよとかって言って引き寄せて、はい、こうして寄り添ってればなんかいい感じだなって思うでしょ？はい。もうちょっと優しくかな。そう、なんかそっと手を添える感じ。こんな感じですか？そうね。なんかドキドキしてきた？すごく。なんか恥ずかしいなって思ってもその時間が逆に楽しかったりするんだよね。わかるかな？なんか愛おしい感じで見つめて。愛おしい。なんか いい感じですね。キスしたくなった？はい。じゃあ私が好きなキスの仕方を教えてあげようか。ちょっとずつ近づいて、するのかしないのかわからない距離まで行って、うん、まだしないよ。はい。ね、はい、来週スケジュールかなりタイトだけど大丈夫？はい。じゃあ行ってくから、ダメな日あったら教えて。まず月曜日はね、朝から芦ノ湖でグラビアがあるから。ああ、芦ノ湖で。で、夕方帰ってきてから、イジリ岡田と対談ね。イジリさんとですか？何の対談ですか？ギルガメ2010、アゲインのなんとかって言ったかな。はあ。で、それ終わって10時からラジオで生放送あるから。え、ラジオ？はい。カースイがマキシムの撮影ね。マキシムさん、一応ね、両日とも21時までには終わるって言ってたから、どっちかに次の雑誌の打ち合わせ入れとくわ。ああ。で、木曜日がね、あ、木曜日はちょっと、え、なんかあんの？いや、ちょっと用事が。何？爪楊枝？なんか歯に詰まったの？いえ、なんでもないです、うん、で、木曜日だね。うるせえ。はい、在吉エージェンシーですが、はい、確かに吉沢はうちの事務所に所属してますけど、ここにはいませんけど。変な輩がアッキーにこの電話番号を聞いたって言ってるんだけど。え、もしもし？だから今吉沢はこの場にいないってさっきも言いましたよね。ちょっといいですか？すいません、お電話がありました。吉沢です。はい、はい。え、それは大変ですね。あ、
じゃあすぐ伺いますので、はい、待っててくださいね。アッキー、ダメだよ、変な電話に出たら。すいません、ちょっと用事があるので。ごめんなさい、2時間ぐらいで戻ってきますんで。え、じゃあ行ってきます。え、ちょっとアッキー、どこ行くのさ。失礼します。大丈夫ですか？この人は熊袋在住の箕輪拓三さん、28歳。近所のスーパーではレジ打ちの達人として、パートのおばちゃんたちに一目置かれた存在だが、残念ながら彼女はいない。いや、いると言ってもいいのかもしれないが、ハリセンボーのデブの方をけばくした感じの女は、彼がせっせこバイトで貯めたお金を一瞬にして使い込んでしまう悪女である。私ならそんな奴を彼女とは呼びたくない。37度5分か。どうですか、体だるいですか？だるさって言われる。寒気の方があるんですけど。寒気？はい。食欲はありますか？いや、あまりないんです。そしたら寒気に効く特効薬がありますので。あ、ちょっとお台所借りますね。お待たせしました。じゃあちょっと起きてください。よいしょ。大丈夫ですか？じゃあちょっとマスク外してもらっても大丈夫ですか？はい、どうぞ。暑いからゆっくり飲んでくださいね。本当？よかった。生姜は血行を良くして体を温める効果はもちろん、胃腸を活発にして食欲だって増進させちゃうから風邪にはもってこいなんですよ。そうなんですか、うん、知らなかった。じゃあそれ飲み終わったらちょっと汗かいてるみたいなんで体拭きますね。じゃあお洋服脱ぎましょうか。はい。はい。いや、大丈夫、自分で脱ぎますから。大丈夫大丈夫。風邪引きさんは素直に言うこと聞いてくれればいいんだから。ね。
じゃあお風呂場まで行きましょうか。立てますか？大丈夫ですか？ちょっと臭いかもしれませんけど我慢してくださいね。また消化でなんですか？生姜はね、殺菌作用があるから食べたり飲んだりするだけじゃなくてこうやってお風呂場でも活用できるんですよ。生姜ってすごいんですね。なんか言われてんがちょっと体がパカパカしてきました。本当ですか？はい。そんなこと言って体がポカポカしてきたのは生姜だけのせいじゃないんじゃないですか？なんか咳じゃなくて変な声出てきちゃってますよ。よし、ながらガスケツとは情けない。誰か助けてくれる人いないかな。あ、このビルって。あきほちゃん、ありがとうね。いえいえ、こんな私でよかったらいつでも駆けつけますからね。あ、そうだ、前に呼ばれたハエの鶴田さんの会社だ。電気がついてるってことはひょっとしたらハゲさん中にいるかも。ごめんください。中に誰かいるみたい。僕も明日部長に掛け合ってみますから、今日のところは飲みでも行って忘れましょうよ。こんな状況で酒飲んでもな、うまいわけないだろ。鶴田さんいらっしゃいますか？鶴田鶴田ならね、今日でクビになりましたよ。やっぱり鶴田さんだ。っていうかクビってどういうことですか？え、いや、この人は万年平社員で、しかもハゲの鶴田健二さん42歳。何でも営業成績が今月もぶっちぎりで最下位だったらしく、お前はクビだなんて朝礼で部長にどやされたもんだからひどく落ち込んでるみたい。ああ見えて案外部長だって鶴田さんのこと買ってるんですから。部長がどこ買ってるんだよ。それはまあいろいろと。いろいろってなんだよ、いろいろって。ほら、
何も出てきやしないだろう。帰って女房に何て言えばいいんだよ。鶴田さん、元気出してください。私でよかったら何でも力になりますから。何でも力に、いいのかい、こんなおじさんと。はい、私おじさま大好きなんです。え、何、秘密のホットラインを教えてくれって。しょうがないな、ちゃんとメモってよ。番号は、あ、電話だ。はい、もしもし。はいはい、わかりました、すぐ伺います。ごめん、ちょっと私行かなくちゃ。じゃあ。